本日の株主優待制度が更新した銘柄を紹介します。 AI クロスは毎年12月末と6月末時点で300株以上保有の株主に1万5000円分の給与オーカードを贈呈。怪力屋は毎年12月末と6月末時点で100株以上保有の株主に1000円相当の優待券を贈呈。オークファンは毎年9月末時点で300株以上保有の株主に800、9000円分の給与オーカードを贈呈。観覧丸は毎年12月末と6月末時点で100株以上保有の株主に飲食券またはジフグルメカードを贈呈。システムロケーションは2024年9月末時点で100株以上保有の株主に記念優待を実施。 G ファクトリーは食事券の利用範囲に取引先店舗を追加。オロは株主の条件に1年以上継続保有を追加。ユニバーサル園芸社は給与オーカードの金額を1000円から2000円に増額。アジアンスターは2024年6月末を最後に株主優待制度を廃止。